コーラをやったことないハルキです。今日はですね、あの迷惑系 YouTuber ヘルナビューが今ね、青汁ヒルズに居候してるという情報をね、青汁ロードから聞きまして、この青汁ヒルズのヘズマリューが本当に住んでるのか、そしてどんな暮らししてるのか、いつもね、迷惑系 YouTuber ヘズマリューとしていろんな YouTuber がとつってるのを見てきたんですけど、今回ね、逆にヘズマリューにとつりに行こうかっていう企画です。なるほど。はい、もちろんヘズマリューには何も言っておりません。ただ青汁ヒルズのね、本命の方々と連絡やり取りさせていただいて、鍵の方ね、今から開けてもらってヘズマリューの部屋にとつりに行こうと思います。それでは行ってみましょう。変なものあったらやべえよ。広いな、青汁ヒルズのゲストルームすごいな。ちょっと見てください、お風呂めちゃめちゃ生活感あるやつ温泉の湯まで入れてるじゃない使わせてもらっちゃうちょっといろいろ聞かせてもらっていいですか。このベッドいくらですか。ベッド100万円ちょっと散らかしすぎでしょ。ひろゆきさんの本読んだんですか。あ、それ無敵の思考。ある意味無敵ですね。いや、無敵なんですけど、こっちが面白かった。あー、ちゃんと青汁王子のちゃんとこれはね、皆さん買ってくださいよ。王子のためにも買ってください、これは。それで一回、事情聴取させてもらっていいですか。あ、了解です。はい、青汁フィルズのちょっとバーの方行きましょう。マジで本当にいきなりじゃん。見てください、はい、青汁ヒルズバーにね、名前も、おー、名前も付きました。すごい、ね、もう来てるのが毎日自分しかおらんから、あれヘズマヒルズバーって自分呼んでるいややっと卒業に来れましたよ。本当に TikTok 結構見ちゃって。あ、本当ですか。ありがとうございます。絶対いつかコラボしたいと思っちゃったんですけど、うん、いや逆に卒業に来ました。いやちょっとね、いろいろお伺いしたいと思うんですけど、なんで青汁ヒルズにいるんですか。で、青汁王子と親交あったんですか。青汁王子は去年自分が辛い時とかにツイッターで DM してくれたんです。え、向こうから。そうです。何言って。本当は辛いこととかあるんじゃないのみたいな、すごい気にかけてきてくれて、でそっから、まあ自分もこんなこともしたくないんですよ、はい、そしたら一回食事行かないってなって、赤坂のジンギスカンの店行ったんですよ。二人で。二人です。すごいメンツや。そこで焼肉食って、本当はこういう人なんだみたいな分かってもらえて、それもやりたくなかったんで。え、それは逮捕の前ですか。逮捕の前。あ、その迷惑 YouTuber でバズってる時に。迷惑 YouTuber でバズってて、はい、あれは5月の半ばぐらい、7月のうちは11日に逮捕された。なるほど、はい。あの時、青汁王子と話せてたんで、結構いい気持ちになりました。こんなにいい人がいるんだって。青汁王子のこれ見えない部分ですね。確かに。そういうちょっと困ってる人に手を差し伸べると。ごめんなさい、もう寝起きでめっちゃ頭回るけど、めちゃくちゃもう感謝しかないんですよ。いや、なるほど。あの人には、ハロウィンの時、今年のハロウィン、アンチから突撃されて、タックルされて、マノイにされて、ちょっと、なんで振られた。TikTok ライブしとったんですよ。いきなり見えないところからタックル入られて、ヘズマーって。一人に。まあそいつはグループだったんですけど、そいつ一人に、はい、その映像とか全部残ってるんですよ。ライブしてますね、はい、他のやつらもやっぱヘズマがあるみたいな。底辺 YouTuber の動画で、はい、ヘズマ見つけたら俺は倒す、財布と帽子を盗むっていう風に宣言までしちゃってるんですよ、そんなことがあって、はい、財布と帽子をパクられて、本当に犯罪じゃない。本当に犯罪です。
それで実際に今被害届を出してて、自分は一気にお金もなくなったし、キャッシュカード、免許証とかもなくなって、どうしようってなってた時に、ちょうど美咲さんがハロウィンの時いらっしゃったんですよ。ちょっとお話しして、どうするのって言われて、すみません、1日だけ泊めてもらえないでしょうかってお話になって、まあ今1ヶ月と1週間ぐらい居候してる状態ですかね。居心地がいいね。いやもう居座る気満々やん。すいません、でもそれ青汁王子のそういう知らない一面だと思う。あ、本当そうです。美咲さんは、自分も昔は悪いことしてしまったけど、その時周りのみんなが助けてくれなかったらしいんですよ。なるほど。手を差し伸べてくれる人がいなかったから、そういう気持ちをやっぱ分かってるからこそ、自分の方が断然すごい悪いことなんですけど、それでもヘズマデューに手を差し伸べてくれる人もいないんじゃないかっていうので自分に手を差し伸べてくれたみたいな。へー、すごいな。ありえないくらいいい人で、それが涙が出るくらいめちゃくちゃいい人なんですよね。もう本当に自分は青汁王子に頭上がらないんですよ。だから春樹さんがこういう自分に突撃してくれたことで、動画にしてくれたこと、青汁さんのいいところをこう発信できるのは自分は嬉しいです。いや、それは僕としても青汁王子のそんな部分がちょっと知らなかったんで、なんかちょっとこつりにネタの企画できたけど、すごいなんかいい話を聞かせていただいて、ちょっと感動してません？で、今じゃあヘズマルーティーンとしてはやっぱ青汁王子にちょっと恩返しをしたいんですよ、したいけど自分には今何もなくて、何をしていいのかっていうのも分からなくて、まずは構成、美咲さんの顔があるんで看板を背負って、看板までも背負った青汁軍団なんですよ。何か悪いことしたらヘズマがにもなるし、青汁がにもなる。なるほど。悪いことは絶対にできない。そして構成をする。じゃあどういう風に構成していこうかなと思って、迷惑かけた皆さんにも見てもらいたい思ってますし、そういうことをずっと日々考えてます。今はちょっとでも社会に復帰するために Uber Eats をやったりとかしてるんですけど、企画とかで例えば47都道府県回って困ってる人を助けてどんどん回っていくとかやれたらいいなと思ってるんです。ヘズマさんってもうやっぱそういう迷惑系 YouTuber でちょっと炎上してしまった部分はある中で、YouTube とかってできないんですか？もう YouTube できないんですよ。あ、やっぱそうなんや。 YouTube は9月に復活した時に動画を1本も出さずにチャンネルを作ったその日に1万人くらい突破した時くらいに削除されました。ちなみにその時ヘズマリューチェルだったんですよ。なるほど。コラボ動画レベゼン200万とか、これこれさん130万とか、いろんな人のチャンネル出ても、そのチャンネルは消されない。あ、確かにレベゼンさんも出られてましたね。ヘズマさんがもうチャンネルを持つことが禁止みたいな。Google Japan がちょっときついみたいな、それはまあ Google の気持ちになっても当たり前だと思ってて、犯罪なことしてて、迷惑なことしてたやつをもう一回戻すことって結構リスクがあると思うんですけど、今後他のチャンネルでこういう風に出させてもらって、今のヘズマ流だったらもしかしたら大丈夫かもしれないっていう風に長年かけて思ってもらったらまたやりたいと思います。なるほど。前回選挙出られてたら、あれは何だったんですか？選挙はですね、キャラもあったから調子に乗ったところもあるんですけど、山口県で選挙をした理由としては、去年コロナでクラスターで炎上しちゃったんですけど、そして山口県知事にもお前なんてことしてくれたんだって報道されたんですけど、2年3年後に選挙出てもみんなってヘズマ龍ってやつおったなって、憎しみを抱いてる人はずっと覚えてると思うんですけど、どうでもいい存在になってると思うんですよ。で、1年経ったからこそ、選挙に出て謝れると思ったんです。なるほど。謝る場で、そういう自分も発信する媒体がないですもんね。YouTube があれば謝罪動画できるんですけど、所詮それって言ったとしても100万再生とかじゃないですか。けど自分が去年報道されたのって、各ニュースで1週間ずっと和田アキ子さんとか坂上忍さんとか田村敦さん、いろんな人にニュースで言われてるわけなんです。そんなのってもう YouTube の再生数で表したらもう1000万以上なんですか。自分なんかの発信源じゃみんなに謝ることなんかできないんです。それだったら1ヶ月間山口県でずっと回りながら、本当に昨年は申し訳ございませんでしたって回った方が謝罪になると思ったんです。その選挙活動はあくまで自分の謝罪として。そうなんです。なるほど。まあ、少なくならずお金も結構かかる中で、供託金は演説動画が入ってくる、なるほど。多くの皆様が今ヘズマさんを応援してくれてるってことなんですね。そうなんですよ。ではすごい、全然まともな人やん。いや、すごいなんかイメージ変わりますね。
変わりましたね。なんか今後じゃあどうしていきたいとかあるんですか。今後としてはずっと活動は続けていきたいと思ってますし、あとは構成のところを見せたい。そしてあの美咲さんと今お話しすることが増えてきたんですけど、自分も会社持ちたいなと思って、どこにも入社することって難しいんですよ。なるほど。いろんなところを落とされてきてるんで、自分もどれか、まあ、何かの仕事を選んで社長になって、みんなの上に立つような人間、こんな落ちぶれてでもそういう人間になりたいなと。ウェントスコーラはどっから出てきたんですか。ウェントスコーラは誰でも知ってるしょうもない企画じゃないですか、はい、みんな大体こう開けて入れると、はい、ウェントスコーラ持っていきなりこうやってください、やってくださいってしつこくてキモいじゃないですか、はい、だからこれを選びました。どうやって探すんですか。YouTuber とか変な人っていうのはリコーダーおじさんとか DM に来るんですよ。手島さんどこどこにあの人がいますっていう、そこに行ったら本当にいるんですよ。ですごい人だと写真とか動画付きで送ってくるんですよ。それで行くんです。すごっ。突っ込んで一番怒られた人誰ですか。禁断ボーイズの田中くんです。どんな怒られた。もうスマホに気づけられて、はい、おいみたいな。初期の頃だ、はい、だから平沢龍自体を知らずに、あ、ガチで変なやつ来た、ガチで変質者来たわ、はい、みたいな、はい、なるほど。逆になんか一番受け入れてくれたのは誰。一番受け入れてくれたのはですね、全然記憶にないですね。ほとんど受け入れられてなかったんだ。平沢さんは今 TikTok はされてる。TikTok はしています。なるほど。本当はこう YouTube でこうフェズマさんとねもっと発信を、ね、伝えたかったんですけど、 YouTube はねチャンネルの方が作れないみたいなので、はい、TikTok コラボしました。あ、嬉しい、はい、めっちゃ嬉しい。せっかくなんで、なんで概要欄にねあのフェズマさんの TikTok 貼っとくんで、ありがとうございます。運営の皆さんどうかそれは消さないようにお願いします。ありがとうございます。ちょっとね話してみてすごい印象めちゃめちゃ変わったんで、僕もね青汁王子とね同じようにちょっとできる支援はありがとうございます。頑張りましょう。ちょっと TikTok の方もコラボしますんで概要欄見といてください。見てくれよ俺。つまり出てきた。ありがとうございます。ありがとうございます。てる感じでね。